どうもコピーです。というわけで今回は新フェス弦のサギリを使っていきたいと思います。さあというわけで、メンテナンスが明けましてね、あの大感謝祭スーパーゴッド S が来て新フェス弦が来ました。でまあこの人の性能はご覧のような感じで多色ですね。まあまず覚醒はまあご覧のような感じでバインドスキブ封印指 LG4 色3つにガードブレ、そして、超覚醒スキブ4色お邪魔という感じですね。で、スキルが16ターンで、進化前スキルが全6解除、5属性プラス回復変化、3ターン遅延に、スキルが進化。進化後が6解除、6属性変化、1ターン3加3全ドロップ強化ということで、もうこれはね、どう考えても強いですね。まあ、特にやっぱスキルがね、ほんと優秀。もうこれはほんと最近のね、環境に適したスキルと言わざるを得ない。で、リーダースキルが5色、過去4色プラス回復以上同時に、激減に3加3、ドロップ5個 LG で32倍、固定500万ダメージです。まあ、LG っていうちょっとね、めんどくさい縛りはあるものの、32倍3加3、激減固定500万と、これが変身キャラじゃないっていうね。チートです。まあ、というわけで今回はね、ラフィーネと組み合わせて、使いたいと思います。さあ、今回の編成は76リラチェ、ラフィーネサギリです。はい。さあ、まずリラセシリア 10C の無効貫通のラフィーネ武器です。で、ローがスキブチェーン4つ、ドラゴン神キラーの、連武器です。で、チャコルが暗闇耐性無効貫通のラフィーネ武器。そして、アキーネが雲耐性消せない回復、ノクタリア武器ですね。で、ラフィーネが、お邪魔潜在シェリアスルーツ武器。で、相方サギリが無効貫通4色の、デッドプールの武器ですね。はい、行きましょう。やっぱいつでもこのやっぱ新フェス弦使うときやっぱワクワクするよね、本当に。さあ、というわけで、まずはこの辺はね、あれですね。ラフィーネを初手使いの、チャコラまだいいかな。いや、ごめん、チャコラ使った方がよかったかな。いや、でもな、いずれにしてもな、ローのスキル使うとね、上書きしちゃうからなんとも言えねえんだよな。で、L 字ね、L 字消しが必要なんで。まあ、ただ、軽減貼るのに L 字は別に必要ないんで、まあ、最悪組まなくてもいい。オッケー。でね、威嚇がね、させるんですね、この人。威嚇させるんですけど、もうここじゃなくていいよね、別に。ちょっとこいつらね、柔らかいからね、すぐ溶けちゃうんですよ。まあ、だから使うんだったら、次の回あたりですか？で、いいんじゃないですかね。L 字になってない、オッケー。で、まあ、ちょっと今回、裏ゼロ次元来てるんですけど、称号チャレンジじゃない方です。はい、ちょっと時間にね、終わりながらやりたくないんで、ちょっとごめんなさい。手札の方でやらせてください。 OK。 そう、この進化スキルがね、遅延があるんですよ。まあ、なんでこれで遅延さして、あれしましょうか。あー、ごめん、もうチャコルやっぱ使うわ。使うわ。使おう。一旦使って、で、威嚇さして、あー、ごめん、アキネカルチオ。 OK。 で、ここで適当に、6色組んで、まあ、ラフィーネのスキルダメをしましょう。ちょっとここ一旦セシリア使おうか。セシリアで軽減貼ろう。これで軽減貼っといて、いや、ごめん、貼る必要なかったかな。まあいいわ。ちょっとごめん、今のこの状態だとこいつらのダメージ耐えれるかどうか分かんないから。ちょっとね、このパーティーね、操作バッチにしてるんで HP がね、若干低いんだよね。ただそこをしっかりとね、このスキルを使ってあげることで耐えていけるわけと。ね、ロー溜まったけど、もう一旦待とうか。もう一玉と。そう、ローもね、リダチェンするときにね、ダメージ無効貼れるんで。次使いましょう。オッケー、このターンね。多分これ、ラフィーネ武器ないとなんか受かってない気がするね。オッケー、シャンブルズして、そしてやっていくと。さあ、ルーレット消えたが、まあ大丈夫でしょう。さすがにね、やっぱね、76で消しそうなんて、そんなことはありえない。オッケー。いや、マジで変身キャラじゃないのにこの性能って普通にやってるよな。さあ、ラフィーネ溜まったんで、OK、行きましょう。で、L 字で、とにかく L 字を組んでいけばいいんで、まあでもどの辺ね、どの道でこの辺はやっぱ敵が複数いるんで、まあここでしっかりと、まあやっぱ闇属性っすか。闇属性が一番軽く出るよね。闇属性で L 字をかけていく。いや、マジでね、これ変身キャラじゃないのに、このリーダースキルおかしいよ、本当に。OK、しっかりとね、闇の L 字ね。さあ、水の L 字も降ってきました。さあ、これでね、しっかりとね、もう詐欺副属性まで乾燥してるわ。いやー、これは強いぞ。さあ、ここでラフィーネじゃない、アキネ使います。そう、詐欺のスキルはね、やっぱ最近流行りのね、コンボ現象とか、まあ、ドロップジャッカとかね、
まあ、あとは花火とかその辺の対策にも使えるんで、これが3ターンで打てるというもう恐ろしいスキル。あのラードラ君がね、涙目ですよこれは、うん、ラードラ涙目マジでラードラ君がかわいそうです。まあここはしっかりとこんな感じで、まあ闇の L 字を組んでいくと。まあね、このパーティー言うてあの全員ねガドブレ持ってますんで、まあこの辺もね問題なくね、やっぱワンパンですよ、ワンパンワンパン。さあ4回、うん、そう、まずねここでねこのサギリのスキルがね輝くんですよ。こいつらね半分削るとね、まあちょっとこれは実際ねみんなに見てもらおうか。そう、こいつらね半分まで削るとね、とある行動をやってくるんですよ。それを皆さんにお見せしたい。はい、さあこれでねしっかりと6ショックと L 字ね、まあ76なんでねパスはそんな難しくないと思います。そう、これでねこうやって削るとこいつらね、はい、弱化入ってでロックしてくるんですね。ただこれをこのスキル1枚で返せてしまうと、でドロップ強化、いやー最高、あー最高ですわこれ。あでしかもさ、これ今たった今気づいたことなんだけど、この次の回ね裏ゼロ次元のボスが来るんですけどね、早くも、うん、まだ5回ぐらいなんだけどね、裏ゼロ次元のねボスが来るんですよ。そのねボスがまあやばいんですよね。何がどうやばいかっていうと、まあちょっと待ちましょうか。まあここは一旦ね、こんな感じで倒します。そう、この次ねこいつがポワーンやってアシスト向こう4ターンです。うん、バカ、そしてダメージ、これがね本当にやばいんですよ。ただアシスト向こうね、そう、ここを解いていきたいんだけど、サギリさんね、L 字を組まない限り火力が出ないんですね。だからここでこのアシスト向こうを切れるまで耐久ができるんですよ。そう、こうやってね6色だけ組んどきゃいいんですね。ここはそうすることによってほら全然ダメージ入っていないでしょ。これでしっかりねこいつと殴り合いができるんですよ。これがねマジで強い。まあというわけでね、ひとまずちょっとアシスト向こうをね切れるまで耐久します。なんか降ってきた、あ倒したっていうことがあるんで、俺が使うとこういう展開になるんですよね。俺ってねいつも嵐を呼ぶって言われてるんですよ。そう、うん、こういうことばっか起きるよマジで。まあいいわ、うん、だったらちょっと待ってね、いやもう最悪、ほんまにさ落ち込んでなんで俺の邪魔ばっかすんのマジで、ありえないんだけど。ちょっと待って、もう最悪、俺のプラン崩されたんだが。まあいいわ。とりあえず、まあちょっと炎にだけ倒しておきましょう。OK。ちょっと盤面ひどいんで、これ使いますか。くっそー。なんでこんな目にあっとんや、俺は。まあちょっとここは、耐久します。そう、ここもねしっかりこうやってねやってあげると耐久ができるんで、そう、余計なねダメージを与えずに耐久ができると。 OK、 うん、じゃあここで倒しますわ。はい、まあ盤面荒らしてきますけどね、まあこんな盤面でも倒せますよこのパーティーなら。そう、このパーティーならやれる。いやマジでこのキャラ本当に裏ゼロキラーだと思うマジで。ちょっとねゼロ称号まだ取れてない人はね、やっぱこのキャラもうねまだクリアしてませんけど、もうすでにね俺はおすすめしたいこのキャラを。やっぱそれぐらいやっぱ強いんだよね、本当に強いし、やっぱ使いやすいね本当にね。さあここもしっかりね倒して、で7回、 OK、 カグツイ来たんで盤面結束してるね。うん、じゃあアキネ使おう。さあ、こうしっかりね、アキネを使っていくと。
で、ロック解除して変換して、ここはまあ倒していいかな。まあ、ここも普通に、ね、L 字組んでいきましょう。よし。いや、でもね、マジでさ、ちょっと俺思うんだけどさ、すごい、盤面が綺麗だ。何言ってんのってね、思うかもしれませんけど、僕、2日前かな。2日前にこのダンジョンビッグバンでクリアしたんですけど、ね、ずっと盤面にね、毒とお邪魔があるんですよ。ほんと目障り。だけどもう、この盤面どんだけ綺麗な、マジで。幸せだ。こんな些細なところにも、やっぱ幸せを感じます、僕は。さあ、というわけで、リューネが来ましたんで、まあ、ルーレット食らうけど、もう気にせずに、もうここもね、L 字組んで、倒します。多分やれるよ、このパーティーなら。ただちょっと盤面がゴミだぞ。大丈夫か？ちょっと待って、回復組めてない。回復。なんか微妙だけど、まあ悪くない。オッケー、じゃあ右ターゲって、まあ、多分ワンパンできるっしょ、こいつも。オッケー。なんかちょっとギリギリだったけどね。まあ、火力出したい時には、アキネの杖決めればいいんで。で、エスカマリね、オッケー。まあ、ちょっとアキネのスキル使わされたせいで、ちょっとこの次の回で耐久をね、多分しないといけません。じゃあここは、あれ？あ、そうか。あれか。リューネで、あれされたのね。ルーレット上書きされたんで、ルーレットが消えてると。ただ、操作延長残ってるんで、まあ、ここは普通に、そうだね、アキネの杖意識の、このコンボ。火も杖行くみたい。あ、L 字になってない。ちょっと待ってね。まあ、このパーティー操作時間長いんで、OK。まあ、これで多分エスカマリもね、まあ、余裕のよっちゃんでワンパンっしょ。はい。まあ、ドロップ若干ね、いっぱい降ってきますけど、やっぱね、それもこいつのスキル使えばね、全部返せるんで、OK です。さあ、10回は ?OK、昨夜ね。まあ、こいつは普通に、ラフィーネ使って、とりあえず、アキネ溜め直します。おし、じゃあ、耐久はここまでです。うん。なんか半分いったけど、OK、大丈夫。さあ、ここでね、アキネ使います。また操作短縮？はい、やってくるんだ。オッケー。まあ、関係ないけどね。はい、雲も来ません。はい。まあ、このパーティー耐性系はね、全部 100% なんで。まあ、その辺は大丈夫でしょう。さあ、というわけでね、もうなんか、すごい安定感ね、出してますけど、ただ油断すんな。こういう時にね、油断して L 字組み合わせるかな。うん。まあ、これで OK ですか？はい。まあ、これでこいつも、さよなら。で、11階です。ここは、はい、カンナ来ました。全ロックが来るんだけど、まあ、盤面欠損してないんで、まあ、この盤面はもうそのまま行きますか。そうだな。で、ここもね、サギリさん L 字持ってますんで、ね、ロック解除できます。これマジでゼロ次元キラーだな、こいつ。ほんまにゼロ次元のためになんか作られたキャラだね、これ。OK。さあ、当然カンナもワンパンです。いやー、強い !12 回。OK、モリグ来ました。さあ、こいつはね、ちょっと綺麗にワンパンしたいんで、うん、やっぱ火力出したい時にこいつ使って、はい、加算と泥鏡。多分こうしてやればね、ワンパンできますよ、こいつ。さあ、なんで、まあ、ただちょっとここはね、しっかりとね、アキネの2ウェイです。やっぱアキネの2ウェイ、このゲームで一番大事なんで、もう、アキネの2ウェイほど優先しないといけない事項はない。これが最優先です。OK。さあ、そして闇の L 字。まあ、これしてやりゃ倒せますよ。倒せる。これでね、問題なくこいつをね、しっかりとワンパンしていくんですね。最強。マジで最強だ。うん、もう何も言うことねえわ、マジで。
もう僕が言うことは何もありません。で、ここはね、アシスト取られるんで、ここはしっかり、まあ、チャコル適当に打って、まあ、ここは、闇ね。で、ローも十字持ってるんで、闇で十字組んで、で、まあ、光でも十字組んでやれば、全回復じゃない違う、ちょっとわからん。うん。ちょっとね、俺算数の計算できないんで、ちょっとわかりませんけど、まあいいわ。あ、全回復じゃないか、オッケー。そう、ここちょっと気をつけないといけないのが、ガードブレイクがね、ちょっと今2名ほど外されておりますんで、まあちょっとそこに注意しつつも、まあ殴っていきます。さあ、時間どうだろう。まあちょっと今回ね、僕あんまし、なんか、時間に追われながらやりたくなかったんで、手札の方やってますけど、時間も結構早いんじゃないかな、わかんないけど。なんか全然削ってなくね。あー、ごめん、L 字組んでなかった、そうだ。こんなところに来て忘れてしまう。情けない。そうだ、L 字組まないといけなかったんだ。おーし、じゃあまあこれでいいでしょう。うん。さあ、ちょっとね、変なところで時間かけちゃったけど、まあまあいいでしょう。うん、別にもうね、時間に追われてやる必要ないから。うん、俺は関係ないからね。そう、ゼロチャレンジクリアしてない人の参考になるかどうかわかりませんけどね。もう僕はすでにクリアしてるんで関係ありません。もう他人ずらしてね。まあ俺はちょっとのんびりとね、この裏ゼロ次元になるダンジョンをね、まあやっていきましょうや。まあね、せっかく裏ゼロ次元来てるし、ビッグバンともね、対面してるんでね、ちょっとビッグバンにね、関するお話でもしましょうかね。僕ね、まあさっきも言ったんだけど、このね、裏ゼロ次元っていうダンジョンを、っていうかまあゼロチャレンジか、僕ビッグバンでクリアしたんですよ。そう、初クリアね。まあ別にこれ裏ゼロ次元だけじゃなくてね、いろんな称号チャレンジビッグバンでやってきてたんですけどね。僕ね、ちなみになんでビッグバンそんなに好きかっていうとさ、まあもちろんね、その無課金キャラで強いっていうところでなんかやっぱロマンを感じたりね、まあするところもあるんですけど、僕ね、そもそもね、やっぱこういう結構なんだろう、その宇宙系のネタが好きなんだよね。そう、星に関するものとか、やっぱビッグバンってその中でもさ、もうトップみたいなもんじゃん、はっきり言って。そうだからね、やっぱ僕ビッグバン好きなんですよ。もうなんか無意識のうちにね、やっぱりこうちょっとね、好意をね寄せてるんですよ。で、それでね、ちなみにこのビッグバンなんですけど、皆さんこのビッグバンのイラスト見て何を感じますか？皆さん何を感じますかっていうか、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。このビッグバンのイラストの第一印象どんな感じだと思う？まあというか、そのごめん、もう説明下手くそ。このビッグバンのイラストね、皆さん何見ます？これビッグバンとか言ってますけどさ、これ明らかね、イラストの感じがなんかブラックホールみたいですよね。そうなんですよ。で、僕実際多分このね、まあイラストレーターさんわかりませんけど、誰が書いたかもわかんないし、何をモチーフに書いたかもわからんけど、まあこれ多分ビッグバンなんですよ、どう考えても。というのも、これね、まあちょっと、今は、まだあれだけど、こいつがね、第三形態にね、変身するときの、ちょっとメッセージウィンドウみたいな、見てほしいんだよね。見てほしいんですよね。こいつね、得意点から姿を現したとか言ってくるんですよ。皆さん、得意点ってなんだか知ってます？ね、ブラックホールにはね、得意点って言って、もう重力が無限大になっているっていうわけのわかんないね、場所があるんですよ。そう。まあやっぱその文言から、やっぱこのビッグバンのイラストはやっぱブラックホールをモチーフにしてるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。どうなんでしょうかね。ちなみに皆さん、ブラックホールってなんだか知ってますよね。まあね、やっぱ小さい頃はね、なんか、ブラックホールに吸い込まれたらホワイトホールから出てくるだろうね、なんかいろいろね想像してたりもしてたと思うんですけど、うん、僕もそうでした。まあでもブラックホールはまあ地球とかね、太陽と同じようにただのまあ一種のね天体に過ぎないわけですよ。そうで、ブラックホールってね、なんであんなやっぱり何でもかんでも吸い込んじゃうかっていうと、やっぱ重力がねすごいんですよね。そう、重力、その正体は重力です。その重力で、まあ、あらゆるものを吸い込むと。
光すらも吸い込んでしまうというね、そういうわけなんですよ。そう、光も出てこれない。だからブラックホールって黒いんですよ。そういうことなんですよね。さあ、というわけでここでね、36個もかましまして、第2形態もしっかりとね、倒していきます。さあ、そして、最終形態ご登場ということで、ほら、得意点からね、そう、得意点っていうね、ブラックホールのね、なんか重力が無限になるっていうわけのわかんないね、場所があるんですよね。そう、やっぱね、俺もね、やっぱブラックホールってなんかすごいロマン感じてね、結構好きなんだよね、俺、普通に。何の話してんだってね、思うかもしれんけど、やっぱ俺マジで宇宙系のネタ本当に好きでさ、やっぱ子供の頃とかさ、宇宙の図鑑めっちゃ読んでたからさ、当然ね、やっぱブラックホールもね、すごいなんか、怖いんだけどなんか魅力を感じちゃうんだよね。まあ、ブラックホールについてはね、豆知識かなんか、まあ話しておくと、まあブラックホールってね、さっき天体っていう話をしましたけどね。じゃあそもそもブラックホールってなんで、どうやって生まれたんやっていう話ですけども、まあ、みんなも聞いたことあると思うんだよね。あの、超新星爆発っていうのあるじゃないですか。まあ太陽より質量のね、かなり重たい恒星がね、まあ一生を終えるときに大爆発を起こすんですけど、その時にそのね、中心部分だけが残ってね、星のまあ核って呼ばれる部分、やっぱ核ってね、すごいんですよ。重力が一番強く作用するところで、地球もね、やっぱりあの表面はね、1気圧1013ヘクトパスカルとかですけど、中心行くともう数百万とかだったかな、ちょっと忘れたけど、数百万気圧っていうね、とんでもない圧力と、まあそして重力がかかってるんですよ。で、もうそれがね、やっぱブラックホールになるとすごいのね。まあというか恒星がね、重たい恒星なんかすごい重力も強いから、その中心の核の部分だけ残って、そこがねブラックホールとしてね、まあなんかなるわけですよ。ごめん、もうなんか話してたらなんか俺までわけわかんなくなってきた。うん、まあそういうことなんですよ。ごめん、ちょっとね、マジでちょっとパズルに集中できてなくて、なんか L 字とか普通に見せてるけど、そういうことなんですよ。うん。そう、だからまあ、要するに、まあ、重たいね、質量の大きな恒星が超新星爆発を起こした後にできる物体。それがブラックホールなわけですよ。で、ブラックホールってね、重力がほんととんでもないんで、やっぱりその分ね、密度もすごいわけですよ。ブラックホールのね、やっぱ重さってね、普通だと大体、まあ太陽のね、数倍とか数十倍っていうレベルなんですよね。そう、太陽、まあちなみにね、太陽と地球比較すると、大きさで言うとね、太陽って地球の直径のね、大体109倍ぐらいあるんですよね。ね、ちょっと L 軸みたい。そう、109倍あって質量が33万倍ぐらいあるんですよ。で、ブラックホールはさらにそこからね、数倍数十倍重たいんですけど、直径はね、地球よりはるかに小さくて、もう本当にね、もう日本列島よりもちっちゃい。本当にごめん、アキネのね、ラフィーライダーの、これね、このスキルですを使わないといけなかったの。オッケー、今回使ったね、大丈夫ね、オッケー。で、何の話してたっけ？あ、そう、ブラックホールがめっちゃちっちゃいよっていう話。まあ、そんだけそこに、もう物質がぎゅうぎゅう詰めになってるっていうことですよね。そういうことなんですよ。でね、そうね、そういうことなんですけど、まあ、その知識をね、やっぱあれですよ、持った上で、ちょっと改めてね、このビッグバンのイラストをね、やっぱ見てほしいんですけど、これかなりね、大きいと思いませんか、皆さん。これね、イラストさ、周囲にさ、なんか、星が舞ってんじゃん。まあ、なんかの惑星かなんかかわかりませんけども、それに対してこの大きさ。こんなブラックホールがね、存在してたら、間違いなく、もう、助かりません、この星たちは。うん。まあ、ただ、でもあれなんですよ、ブラックホールって別にね、黒い部分全部が本体っていうわけじゃないんですよね。実際はね、もっと内側にあるんですよ。というのもね、ブラックホールには
まあ、事象のね、地平面なるものがありまして、まあ、その領域内だともう光さえ一切出てこれないっていう、まあ、そういう境界線みたいなものがあるから、そう、ブラックホールの本体自体はね、もっと内側なんですよ。だからさ、なんか何年前かなんかにさ、ブラックホールの撮影成功したみたいなニュースね、あったじゃないですか。多分結構な人は知ってると思うんですけど、あれはね、だから黒い部分全部が本体っていうわけじゃなくて、もっと内側なんですよね。そういうことなんですよ。そう、だからまあこのビッグバンのね、イラストをね、まあそういうことだったんだったら、まあまだあれかなっていう。まあでもね、あのこんなね、大きさのブラックホール普通ないからね、普通には。でもね、皆さん知ってますかね、銀河の中心にはね、そういう頭のおかしいぐらい大きなブラックホールがね、あるんですよ。そう、我々のね、いる天の川銀河にも、天の川銀河のね、中心にも射手座エースターっていうね、すごいかっこいい名前のね、ブラックホールがあるんですよ。まあもうこれぐらいにしときますか。もうね、話してるとね、なんか自分でもわけわかんなくなるんだけどね、やっぱそれぐらいね、まあ僕は宇宙がすごい好きなんだっていうことがもう伝わればそれで OK です。うん、なんだ俺普通にさ、多分平気なね、なんか顔して嘘ついてる可能性もあるからね、すごい意気揚々とね、なんか話してますけどもね、普通に嘘の情報言ってる可能性もあるからね。そうだからね、やっぱビッグバンはね、ほんと好きなんですよ、僕は。 OK、 じゃあ最後ね、これ使って倒しましょう。ごめん、もうサギリとか関係なかったね。うん関係なかったね、サギリとか、ずっと変な話してたわ。いやでもね、やっぱ宇宙ってね、ほんとね、まだまだ謎がね、多いから、からこそね、やっぱロマンもあるし、やっぱね、考えていてね、楽しい、飽きないね、本当に。もう笑いが尽きない、本当に。俺に宇宙のこと喋らせたらね、マジで止まらんくなるから。さあ、というわけでね、まあこのキャラ普通に強いです。うん、まあちょっと俺のミスで負けたけど、もうだって普通に余裕で勝てちゃうの。まあただちょっとね、あまりにもね、ゆったりやりすぎたんで、ちょっと多分時間の方は結構かかったかな。はい、まあ26分かかりました。もう余裕で時間オーバー。まあ称号チャレンジね、詐欺でクリアしようと思っている人は、まあちょっと多少編成はね、工夫する必要はね、あると思います。うん、まあ俺はもうクリアしてるから関係ないんで、もうあとはね、皆さんの問題なんでね。はいもう投げやり。はい、以上です。さよなら。